なんなんだよ、さっきから。ったく、変な奴らだな。そう思わないか？クルック。お？久しぶりね。こうして二人でゆっくり話すの。ああ、そうだな。なあ、クルック。これから、どうするつもりだ？俺たちと一緒に、来るつもりはないんだろ？ずっと考えてたんだ。あの時クルックに一緒に行くのを断られた理由を。影がないのはロギも同じだ。だからこれからは影黒や飛空艇なんかのメカを使った戦いになる。だからさ、クルック、誰よりもメカに詳しいお前が来てくれると助かるんだ。でも悪いけどシュ、私には無理だわ。クルック、私はもう戦えない。シュウ、結局甘えてたんだよな。幼なじみで一緒にいるのが当然だと思って。幼なじみだから何でも分かった気になって、俺はクルックの気持ちを考えようとしてなかった。悪かったな。ネネとの戦いの中で力を持つ者は世界のために戦うのが当然のことだって俺は思い込んでた。でもそれは間違いだった。俺みたいに考えるのもいれば、クルックみたいに戦うのが嫌な人もいるんだ。クルック、シュー、約束する。この世界は俺が守ってみせる。あ、男ってホントバカね。え、はあ、ま、相手の気持ちになって考えようとしたことはシュウにしては成長だけどね。なんだよその言い方。一つアドバイスしてあげる。そうやって何でも自分で考えて分かった気になってもダメよ。え？相手の話を聞いてあげて、その時何を考えているのか本人の口からちゃんと聞いてから考えてあげないと。心は通じ合わないものなのよ。ああ。私はもう少し戦うことの意味について考えたい。本当に力には力でしか対抗できないのかを。今回は戦争を止めるためだったけど、これからの州の旅は戦うための旅になるだろうから。アンドロポフの体のこともまだ心配だしね。ああ、そうだな。クルック、どうしても私の助けが必要になったら、その時は力を貸すわ。ああ。さあ、行こうぜ。じゃあな、クルック。
アンドロポフ。うん、みんなも気をつけて。アンドロポフ、クルックのことお願いね。ああ。なんでプーケにそんなこと言われないといけないわけ？考えるか。あまり時間があるとは思えんがな。みんな、聞いてくれ。あの戦いの最後に現れたドラゴン、名はルドルフという。奴は上位生命体の頂点に立つ者。それじゃあ。ああ。この世界の命運を決める日は、すぐそこまで近づいてきている。でも、これから俺たちどこに向かうまろか？目的地は決まっている。上位生命体の手がかりを得るために、一刻も早く出発だ。もう一つの神殿、ズメイ。忠誠を誓うバーミリアンの過去が今明らかにされる。プリムラとバーミリアンってどういう関係なんだ？どう見たって娘でしょ。ひょっとすると孫かもマロ。うん、妹でしたみたいなオチかな。はい、みんな外れ。プリムラの正体ってそれは。ネタバレ厳禁。ブルードラゴン展開の七竜騎士と少女。この番組はコナミとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。